発進行。バイキンのジョーです。はい、ということで今回はね、新幹線変形ロボシンカリオンチェンジザワールドから先日情報の方が解禁されました。やばいシンカリオン登場です。ハーデスシンカリオンのね、キャラクター情報から玩具情報まで今現在判明している情報の方ね、皆さんと一緒に共有していきたいと思います。まあそんな感じでもう早速運転士の方からチェックしていきましょう。で、運転士はこちら、仮面の男。ハーデスシンカリオン運転士、仮面をまとった謎の男、エルダに対して敵意を持っているようだが理由は不明っていうことでね、まだ情報の方がこれしか出てないんですよ。仮面の男、いつかいずれ仲間になるのか否か、まあ、はたまたねもうラスボスとしてそのまま駆け抜けていくのか、ほんとね現状わからない状態なんですが、そんなね謎の多い仮面の男が運転するシンカリオンがこちらになります。ハーデスシンカリオン。まあそんな感じでね、早速新幹線モードの状態から情報の方を見ていきましょう。ハーデス黒い新幹線、新たに出現した謎の黒い新幹線、獰猛な獣を思わせる特徴的な車両形状をしている。強力なアンノーンを従えて現れる姿はまるで冥界の王ってことでね、またもう新幹線モードの状態からすでにねこう強そうな雰囲気をまとっていますが、でね、シンカリオンモードにチェンジするとこんな感じになります。ハーデスシンカリオン、新たな黒い新幹線の先頭車が変形したシンカリオン。頭部の三本角が特徴的で、武器のアズールインフェルノ、クリムゾンインフェルノを駆使した格闘戦を得意とする。従えているオルトロス、ミニアデスとの連携した戦闘スタイルで相手を翻弄する。全高21メートル、全長 11.5メートル、重量が50トンになります。もうね、戦闘車の顔の部分の形状がね、シンカリオンモードの状態でこれ変わってるんじゃないかな。すごいよね。これおもちゃではどうなるんだろうっていうところも気になりますが、今説明にあった従えているオルトロス、ミニアデス、それがねこちらになります。でね、この2体に関しては特にね説明がないんだよね。どういったポジションなのかっていうところなんだけど、まあ、ミニアデスに関してはね、先日のアニメ放送分に登場したよね。倒されたと思ったけど実は倒されてなかったパターンなのかな。ってなるとね、ぼちぼちオルトロスの方も出てくるんじゃないのかなっていったところでね、まあ、そこら辺はね、アニメの方が今後楽しみな感じなんですが、このね、2体のミニアデス、オルトロスと合体した姿がこちらになります。ハーデスシンカリオンデストロイフォーム。ハーデスシンカリオンにオルトロス、ミニアデスが合体した姿。全身にオルトロスの鎧を身につけたことで強靭な防御力を手に入れた。で、ミニアデスの翼で空を自由に飛び回り、両腕の爪、バイデントクローで切りつける。激しく燃える2本の大剣、アズールインフェルノ、クリムゾンインフェルノを振り、すべてを破壊する。全高22メートル、全長 14.5 メートル、重量が100トンになります。これやばいよね。かっこいい。敵ながらすごいかっこいいんだけど、かっこいいこともさることながら、もう最強は間違いなしでしょ。で、これっておもちゃになるの、玩具になるのっていう話になってくるんだけど、はい、玩具情報も解禁されていますっていうことでね、早速玩具情報の方もチェックしていきましょう。でね、これをパッと見てあれって思う方もてかみんなパッと見てあれって思うと思うんだけど、ハーデスシンカリオン以外にも気になるね、玩具情報が2つ解禁されてるんです。っていうことで、ハーデスシンカリオンプラス、ちょっとね、この気になる車両の方も、発売情報ね、チェックしていきたいと思います。そんな感じで、まずはこちら。はい。新幹線変形ロボシンカリオンチェンジザワールド、ハーデスシンカリオンデストロイフォーム。販売価格の方が、出ました。高値、最高値が出ましたね。まあそうだろうね。価格の方が9900円の税込み。で、発売日の方が2024年8
8月3日になります。もうすぐ発売です。まあ、価格に関してはね、一見高いように、まあ、感じられる、まあ、高いんだけどね。感じられると思うんだけど、シンカリオン1体プラス、エルダビークルで考えると、そう、エルダビークルが2個セットなんだよね。シンカリオンプラスエルダビークル2個セットみたいな。うん。まあ、そう思うと、このお値段結構妥当でしょ？うん。っていったところでね、単品での発売は今回ないみたいです。今出てる情報ではね。うん。そしてね、この玩具情報を見てたら、ね、やばい合体が紹介されてたんですよ、こちら。ファントムシンカリオンと合体するんだって。カオスシンカリオン。やばいでしょ、これは。そもそもね、ファントムシンカリオン今後誰が運転するのかなっていったね、話にもなってくるし、ね、もうアニメ見も注目だよ、大注目だよね。カオスキャノン。一体どんな攻撃になるんでしょうか。で、一応ね、別売りのシンカリオン、エルダビークルとも組み替えが可能だそうです。うん。ミヤですとかね、そこだけじゃなくて、ほら、やばいね。こういう合体もあり得るのかな？どうなんだろう。まあね、E5 なんかとも、合体できるみたいです。ってなるとね、ちょっとここにはね、紹介されてなかったんだけど、まあ、やる気になればね、SRG も多分できるとは思います。まあ、レビュー時にね、そこら辺も含めて、動画の方撮影していこうと思ってるので、よかったらチャンネル登録をして待っていただければと思います。はい。で、ハーデスシンカリオン、もう一つ、もう一アイテム出るんですよ。それがこちら。新幹線変形ロボシンカリオン、チェンジザワールド、産業編成、ハーデスシンカリオン、連結仕様っていうことで、これね、シンカリオンにチェンジしないタイプなんだよね。うん。まあ、つまり、プラレールです。はい。価格の方が3520円の税込み。で、発売日がハーデスシンカリオンね、同じく8月3日になります。まさかだよね。これ電動走行もちろんできます。はい。うん。これ、これまでね、登場しているシンカリオン。ね。まあ、基本的に、プラレールで登場してるんだけど、そう、ハーデスシンカリオン。まあ、もう一つね。説明に後出てくるんだけど、ファントムシンカリオン、これプラレールで登場してないんだよね。つまりそういうことだと思うんだけど、やばいね。これファンの希望を願いを叶える形だよね。まあ中にはね、もう自作しちゃう人ももちろんいると思うんだけど、はい、そんな感じで、ファントムシンカリオンも登場します。3両編成ファントムシンカリオン連結しよう。価格の方が、同じく3520円の税込み。で、発売日の方も同じく2024年の8月3日になります。ね。で、ファントムシンカリオンも連結仕様になっているので、ハーデスシンカリオンとももちろん連結できるし、これね、物によっては普通のプラレールとも全然連結できちゃうパターンだと思います。ありえない連結をね、できちゃうわけなんですよ。うん。これすごいね。合わせて購入することをおすすめします。はい。まあそんな感じでね、ハーデスシンカリオン。基本的にはね、先ほども言った通り、セットでの、発売になるみたいです。だからね、ハーデスシンカリオンを購入して、オルトロスミニアですが、別に必要かと言われれば、もう一つのね、箱の中に入っているので、今回はね、結構、こうシンカリオン詳しくないよっていうね、もう方ももちろんいるし、親御さんとかね、うん、いると思うんだけど、そこら辺はね、もうセットだから、安心して購入できるかと思います。うん。まあ何よりね、ビークル合体もできちゃうし、SRG もできちゃうし、ね、謎のカオスシンカリオンも含め、ね、また、これはまたパターンが広がってくるのかなといったね、シンカリオンが登場なんですが、8月3日ですよ、8月3日。まあ、アニメに登場するのもね、メインで活躍してくるのもそのあたりになってくるのかなといったところですが、ね、今後も目が離せないシンカリオンチェンジザワールド。ね、情報の方これからも追いかけていこうと思っているので、追いかけてね、皆さんと一緒に共有していこうと思っているので、よかったらね、チャンネル登録をして、今後の動画にも注目していただければと思います。で、こういった情報の他にもね、もちろん玩具レビューの方もやってます。あとは変形シーンなんかもね、再現なんかしているので、よかったら他の動画もチェックしてみてくださいね。うん。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。